こんにちは、ロハス TV の時間がやってまいりました。えー、本当にですね、えー、ロハス TV、あのー、久々の、えー、登場でございますが、皆様、いかがお過ごしだったでしょうかえー、皆様には本当にですね、えー、ご迷惑、並びにご心配をかけまして、えー、またね、あのー、まあ、あのー、Facebook 休んでる時、き、まあ、ま、 にはね、あのー、まあ、励ましの、あのー、頼りをいただきまして、ありがとうございました。えー、おかげさまでですね、えー、コロナ、あのー、待機期間、あのー、もう今日で、えー、一応、あのー、終わりまして、明日から、あのー、外出、もう自由にしていいよ、というような、えー、許可が保健所の方からおりました。えー、もう、あのね、えー、なんか、コロナにまさかね、自分がかかるなんて思ってなかったんですよね。えー、ですから、 なんかこう、ね、もう2年半ぐらいになりますでしょ、コロナが出だしてね。ですから、なんかこう、ちょっと油断があって、えー、まあ他人事のように思,えたと思ってたところがあったかなということで、ちょっと反省をしているんですけれども、これほどですね、えー、まああのただの風邪だと言いながらですね、熱は高熱が出ましたしね、えー、まあ10日間以上お休みしなければいけない。 また、あの、家族の門にも、あの、伝染をしてしまったというような、移ってしまったというような、まあ、そういう意味ではですね、非常にですね、えー、反省もありますし、やっぱり自分自身が体験をしてみなければですね、えー、コロナっていうのはどんなものだっていうのがわからないっていうような、えー、そんなふうに思いました。で、私の方はですね、えー、ワクチンは、あのー、まあ、一度も打っておりません。ですから、 あの、極力ね、気をつけておったんですけれども、あの、うちの息子はね、ワクチンを打ってたわけなんですけれども、えーまあ、同じようにですね、えーまあ、私のがうつってしまったというような状態で本当に迷惑をかけてしまったんですけれども、はい。 えー、ですから皆さんねあの、自分一人だけではないですから、えーまあ、僕が言うのもなんなんですけれども、えー、くれぐれもね、気をつけてください。で、えー、コロナの,あのちょっと状況ですね、えー、皆さんの参考になればということで、僕の体験なんで、す、え、べ、ー、てがあの私と一緒というわけではないと思うんで、えー、参考にしてもらえればと思うんですけれども、ちょうどね、カレンダー用意しました。 ちょうどね、これ、えー、カレンダー,あーこの10、海の日ですね、えー、18日、この辺りから鳴り出したんですよ、18日からね。で、えー、ちょうど今日が28日、えー、28日でしょ、だからまあ、10日経ったわけなんですけれども、18日の日からですね、なんとなくしんどくなってきたわけですよ。で、熱っぽくなって、えー、この体温計、えーまあ、とにかくね、 えー、体温計っていうのはすごく大事でございます。体温計で、まず測りました。あの、脇の下ね、入れまして、えー。するとね、38度5分とかね、えー、38度台だったんですよ。えー、と思って。それで、まあ、それは午前中だったもんですから、なんとなくこれやばいんじゃないかなと思いまして、えー、それでね、あのー、この、これ、えー キットね、PCR キット、検査キット。これを測ってみましたらね、えー、ここに日本線見えないかなあ、日本線見えましたよね。日本線ついてるじゃないですか。それで、えー、あれ、日本線が出てしまったぞ、ということでですね、えー、これ、陽性やないかと。<laughs> また陰性と陽性の意味がね、今一つ分かってないぐらいの知識だったんですよ。だから、 いやうちの女房に「あ日本出てるぞこれ」って言って「えあんた陽性ちゃうんこれ?」っていう「えっていうようなことでですね、えー、まさか自分がですね陽性になるとかあコロナにかかるとか思ってませんでしたからね、えー、もうびっくりしちゃ,しちゃいましたでもねだん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 と、あのー、体はしんどくなるし熱は出てくるしあと節々が痛くなるんですよ 体の節々がね。ですから、あのー、そんなことで、えー、うちの妻も家族中、このキットがもうなくなってたんで、えー、すぐ、あのー、ドラッグストアというか買いに行きまして、えー、小さいこれを、あのー、買ったんですね。で、これをすると、あのー、家族のもんは陰性でした。 ですから、ああ、よかったのは俺だけ陽性なんだというようなことで、えー、それでね、あのー、ちょっと、どんな症状になったかというとですね、え、こちらでございます。見えますかね。えー、っと、3日間、とにかくこの、えー、当日18日の日にですね、あのー、まだ熱が出、出だした時だったんですけれども、あのー、ちょうど海の日で休みだったんですよ。 それで、えー、電話をしたんですけれども、もう60人ぐらいの方がね、えー、病院で待ってるという状態で、えー、何時間かかるか分かりませんよっていうことを言われたんですよね。で、あのー、何時間もかかるというと、もうこれしんどくて無理だわと思って、えー、もうお布団でね、ずっとその日はもうあの寝てました。で、救急当番員っていうのはもう当然ですね、えー、その頃から皆さん増えてましたんで、えー、もうちょっと無理だなと思って。 ね、翌日の、あの、お休みが明けた翌日ですね、えー、火曜日に、えー、あの、牛山病院っていうところがあるんですけれども、そこに行きました。えー、そこでもですね、あのー、まあ、発熱外来っていうところで、車の中で待ってるんですけれども、それがなんとですね、3時間半待たされたんですよ。これはきつかった。もう、8度以上出た熱でですね、 えー、車の中でずっと待たされるっていう、もう地獄のようなんですね、えー、もうしんどくてしんどくて、も、ま、う、あ、とにかくしんどいっていう、まだか、まだかっていうような、えー、ところだったんですね。で、まあ、クーラーをつけっぱなしにしながら、あの、待ってるわけなんですけれども、その1時間、もう1時間のうちの10分、うん、経って、えー、まだかなと思ったらまだ10分しか経ってないというような状態で、えー、結局終わったのが3時間半かかりました。 で、まあ、陽性っていうのが分かりましてね、えー、それで、まあ、解熱剤とですね、あと、あの、炭とかそういうのが出てくるからっていうことで、えー、炭を切るものであったり、咳止めであったりっていうような、そんなお薬を、えー、くれましてね、それでも自宅療養です。で、えー、とにかくこの3日間、あのー、発熱外来をして陽性だと分かってからの3日間ですね、計、まあ、4日間ぐらいになりますけれども、が、もう本当に熱が下がらずに、 えー、39.2度とかね、38.5度とか、まあそのあたりの前後するわけですよ。熱が出てですね、えー。非常に熱が私の場合は出ました。あの、大人になってからこんなにあんまり出たっていう記憶がないんですけれども、あの、熱が出ましてね。で、ちょうど、倫理法人会っていうので、えー、私ちょっとあの、突撃インタビューっていうのをやっておりまして、 えー、木曜日に、その突撃インタビューお願いしとったミオスさんに、あの、すいません、ちょっとコロナになったんでね、行けないんですよっていう電話したんですよね。するとね、ミオスさんがいいこと言ってくれましたよ。お母さんよかったですねとか言って、何がよかったんですかって言って、いやもう、あの、熱がね、えー、39度以上出てるっていうことは、もう、体内の中のね、癌細胞がもう焼き切れましたよっていう。 体がリセットされたから元気になりまして浄化されましたよっていうような、そんな風な捉え方があるんだなというふうに思いました。目から鱗でございました。まあ、そういう意味でね、えー、まあ非常にですね、えー、まあ熱は出てたんですけれども、三代さんのそんな言葉もいただきまして、えー、まあちょっとね、えー、前向きに捉えようと思いまして、えー、39度台。えー、でもただね、 あのー、体はとにかくがん細胞消えるのはありがたいことなんですけどね、あのー、脳まで行っちゃだめだということで、えー、とにかく脳,脳をもう冷やさなければいけないということで枕、氷枕とかね冷えぺたとかそういうのも使いましたで、えー、あと症状としましてはねもう体の節々がとにかく痛い寝返るを打つのも本当に痛かったというような もう熱がちょうど3日間って書いてますけれども、3日間の間はもうとにかく節々も痛いし、その後もちょっと若干ね、1日か2日ぐらい痛かったと思うんですけれども、徐々に今はもう全然痛くないんですけど、やっぱり熱が出ると節々、えー、が痛いっていうのはありましたね。それと、あの、痰がね、えー、出始めました。今でもまだちょっと痰が出るぐらいなんですけれども、えー、黄色い痰がね、えー、出ます。あと、 あの、味覚はね、えー、なくなるっていう方いらっしゃったんですが、私はほとんど味覚はあります。ただ、コーヒー、えー、いつも飲んでたんですけれども、えー、この一週間ぐらいはもう全然飲んでないんですが、あのー、コーヒーの味覚が、コーヒーがあまり美味しくないというような状況になりました。それでね、あと、あのー、私気をつけたことなんですけれども、とにかく肺炎を起こすんだというようなことを言ってたんで、えー、この肺炎を起こさないために、この水素ガス、 これはとにかくね、えー、吸って吸って吸いまくりました。えー、とにかく肺、肺を守るということで、えー、肺にならないようにっていうことで、この水素ガス、以常にこれは役立ちましたね。はい。あとね、あのー、まあ、NMN とかクロガリンダ、これはいつもあのー、飲んでるやつなんですけれども、引き続きね、えー、この若さを保つとか、エネルギーを保つとか、えー、またね、えー、透過しないとか、まあ、血栓を作らないとか、 いうような形で、えー、この黒ガリンナこれも、えー、飲みました。それと、あとね、やっぱり、あのー、この栄養、とにかく栄養を取らなんでいかん、ということで、えー、毎朝ですね、えー、私、あのー、これ、えー、パラミロンの力。これ、緑虫が入ってるんですけれども、これを、もう、あのー、毎日毎日、今現在も飲んでるんですけれども、とにかく、あのー、栄養不足にならないというところで、えー、これを飲んでます。 ですから、あのー、バングラディッシュのね、えー、栄養不足の子供たちのためにっていうことで、えー、まあ、出雲社長が、えー、緑虫クッキーとかなんか今配ってるんですけれども、えー、やっぱりね、えー、人間、栄養不足っていうことが大変、あのー、困りますんで、えー、これは、えー、まあ、本当にコロナの時は役立ちました。はい。まあ、それとですね、あと、あのー、この、 まあ、血中のね、酸素濃度。これを測るためのものですね。えー、これが、えー、オキシメーター。これは、すごく役立ちました。あのー、やっぱりね、えー、今言ったように、肺、あのー、肺炎を起こしたり、まあ、酸素濃度が低く、これがね、90%を切ってしまうと、本当に、あのー、細胞に、あの、酸素が渡っていないということで、危ないんですよ。もう入院しなければいけないというぐらいになりますんでね。 えですからそういう意味ではねこのあのー、まあオキシメーターっていうのは、えーま、家にいいまあ海温計と同じぐらいね、えー、一家に1台持っとく必要があるかなと思いますこれ家族中で使いましたはいえーま、そんなことで、えー、ございますあとねえーま、栄養優れなあ,あとあプロテインこれもあの朝食代わりに今飲んでプロテイン食べてます えー、それと、あと、あのー、こちらですね。えー、まあ、あの、潜在意識よ。もうこれダメじゃないかなというような、なんかこう、弱った気持ちになると、治癒力すごく下がりますんで、潜在意識から変えようということで、えー、この、あのー、かつたま令和で、えー、ヒーリング機能を使いましてね、もう一晩中というか、もうずっと健康のね、 えー、まあ、ああの、波動を転写しまして、ヒーリングコードを打ってます。ですから、ま、あこれでずっと、まあ、ああの、注力を高めております。はい。あとは、この、あまあ、ああの、リストバンド。あの、整えるリストバンドね。これはもう、あの、体中をめぐる血液を整えてくれますんで、えー、血栓、まあ、血栓が起こるってよう言うじゃないですか。それが、ま、起きないようにということで、整えるリストバンド。これをしております。はい。 ま、そんな形で、ええー、まあ、非常にですね、あの、10日間、この10日間はですね、大変だったんですけれども、あの、勉強になりましたし、えー、体のね、ええー、まあ、本当に健康のありがたさっていうのが分かったし、えー、また家族の方にもですね、方にも言ったらいかんけど、家族全員でですね、えー、この難局を乗り越えようということで、えー、非常に、あの、一致団結してですね、えー、頑張りました。 まだ、あのー、完全にですね、あのー、家族の門も,もこれから、あのー、良くなってきてはいるんですけれども、えー、随時、あのー、もうお、まあ、あのー、何ですか、えー、待機期間というのが終わっていきますので、えー、まあ、来週にはですね、えー、まあ、正常に復帰できるかなと思っております。で、一足早めにですね、明日から私がもうお店に行ったりですね、 えー、また、あのー、もし、いろんな介護があっても、もう参加することができますよ、ということで、えー、保健所の方の方も行ってくださいましたんで、えー、頑張ってやっていこうかなと思います。仕事の方もね、えー、これから、あのー、本稼働ができるようになりましたんで、えー、まだちょっとね、えー、あのー、なんとなく、勘を取り戻すためには、時間がかかるかもしれませんけれども、えー、まあ、かい目でですね、見てやってください。 ええー、まあ、そんなことで、ええー、本当に、あのー、ありがとうございます。これからも、ロハス村、頑張りますので、よろしく、お願いします。それではね、さよなら元気だよ